車が届かなく、すごく精神的に今回は自転車も届きましたし、タクシーもちゃんといてスムーズに進めます。今のところ順調、はい、お客さんがいないのだけが、まあ、そうですね、まあ、そこは関係なしで、とりあえずレースも順調に進めばいいことなしですね。実際どうですか、やっぱりお客さんがいないレースって。もうそうですね、なんか、まあ、私ミッドナイトとか結構好きなんですけど、無観客の方がちょっと音の方がクリアに聞こえるんで分かりやすいなっていうのは、はい、選手によってはね、こうヤジとか声援がないのがすごくなんか物足りないっていう印象の選手も多いんですけど、でも結局もうジャンがなっちゃったら一生懸命なってるのであんまり気づかないので、はい、聞こえないので声援とか、まあ、終わってヤジとかないのは寂しいかなぐらいですけど、はい、まあ、たまにレース直前で発足機ついてクスッと笑うようなヤジ飛ばすような人がいたりするんで、それで笑うことがないから。あ、結構聞こえるんですよ。結構聞こえて、もうすごい笑いこらえることありますね。松坂のお客さんもね、結構面白いこと言うお客さん結構多いんでね。なんか一回松坂でそれで笑いこそになったことあって、やめてくれとか思ったこと。言える範囲でどんな感じだったんですか？はい、言える範囲でどんなエッジだったんですか？なんかもう本当にどうだ、もういろいろとあったか分かんないよ。分かりました。まあ、無声援ですけどね、3日間の競争はね、皆さんチェックしてると思いますので。分かりました。その辺の意気込みを締めでお願いします。まあ、無観客でもしっかりと集中して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、カット。ありがとうございます。